前回の動画はリアタイシリーズ第2弾、リボンがリアタイを2試合行いホームラン3本の打撃の覚醒を見せつけました。そして本日の動画では正義が大連勝記録をかけてリアタイ2試合に挑みます。果たして連勝記録を伸ばすことができるのか。正義編スタート。大連勝エース、いやー大連勝バキューバキューバキュー、そんな痛い目で見ないで盛り上げようと頑張ってたからこっちは。前回前々回、はい、大輝リボン、はい、マリア対久々のね、新しくなったオーダー、そうですね、まあ、プラスマリア対お披露目という、はい、形の動画撮りましたけれども、うん、ついにまあ皆さんご期待、はい、そしてこの2人もご期待しているね、はい、僕の出番ですよ。いやもう本当にね、ましたね、いつもと違うちょっと緊張感が俺の中で漂ってます。まあ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 、あれですよね、はい、動画で軽く言いましたけど、はい、リセットが入ってからリアタイ20連勝達成と、本当すごいんだよ、シンプルに。マジで見たことないからね、うんうん、その中で途中で多分15戦目、15連勝、うん、16連勝目ぐらいの時に、うん、急進戦ってる。あ、球審、球審倒したね。おお、マジで。そういうやっぱ猛者、うん、名人もいたし、普通に宮廷とかもちょくちょくいたんですよ、うん、やっぱ倒していかないとやっぱ20連勝までいけない。まあそうですね、まあ、絶対当たるからね、そこら辺で当たるのよ実際、うん、っていうところで、まあそしたらだいぶこの凄さ分かるから、ね、いやそうだね。まあ俺がこれ負けたくはないんだけど、負けたら、うん、あの前から言ってる純正でのリアタイっていうのも、うん、まあ次回以降取っていきたいかなと。おお、なるほど、思いますけども、まあ、どこまで行くのかと、まあ、できる限り連勝伸ばして、連勝は伸ばして、はいはい、はい、僕はオーダーの変更点がないんで、はい、あ、なるほど、はい、だから言ってしまえばみんなみたいにこの2人みたいにちょっとあの簡単にオーダーが動かないんで、ああまあそうだね、いやこれって言ったらもうそれでね、とりあえずは、うん、完成しあるとしちゃってるんで、そうだ、強いからね、何も入ってこれないということで、はい、まあ、一応取った選手でいうと田村さんとか田淵さん、はいはい、とかは入ってくるんですけど、まだ育成が終わってないんで、うん、はいはい、それが終わったらまあ一応ねまたリアタイも取っていきたいと思います。なるほど、はい、いつもとちょっと緊張していきますけど、そうですね、はい、いきたいと思います。はい、レッツゴー、レッツゴー。ということで見てもらったら分かる通り、はい、21連勝中です。いやマジエグい、すごいね本当に。勝率9割5分8厘、はい、これ分かる人は分かるでしょ、マジで。打率5割3分7厘、マジエグい。防御率 0.46、 いやもう強い。生意気なこと言わせてもらいますと、はい、今マジで負ける気がしないです。おお、ここまで勝っちゃってそうなる、僕はここです。ここ、OKOKOK、 僕は有原さん、はい、お、いきましょうよ。まあ、どうやって突破口を開くか、すっごい中空から振ってくるね、振ってくるね、相手もえぐいな、やっぱ捉えてくるね。まあ今の俺なら5点まで許容範囲だからなるほど、うん、はい、さあどう、まあ、これね、みんなちょっと見ててね、ちゃんと、まあ、僕背景自信あるんでね、うん、うまい、うわうまいな、うまいね、うまいね、さすが、まあ、このレベルまで来るんだよ、まあそうだね、大体プラ3が相手なんだ、うん、すげー、涼しい、甘い、やばい、ちょっとね、あの打線がエグすぎて自分の、うん、なんか守備めっちゃおろそかになってるんですよあのタイミング出てる、タイミング出てる、タイミング出ました、うん、で、今は、うん、投げてこなかったこのカットを1回攻めます。はい、ということで速い球ばっか速い球振って、速い球ね、狙ってるんで、うん、フォークでタイミング外します。なるほど、おで、今度見せてないこのツしか投げないであろうところにフォー投げるんですよ、うん、これ効くんですよ、効くね、効くんですよ、これリモンいいっしょ、これいいね、うん、めちゃめちゃ効いてる、これちょっと低すぎるので、ね、うん、もうちょっと裏ってあれ振ってるんですよ、でビタビタに今度ツー入れちゃうんですよ、はい、もう迷ってますから、これ迷ってますからね迷ってるね、いきます、フォークいきます、これ振りますよ、よいしょ、はい、で、アウトリー、オッケー、このリードやばい、これやばい、これうますぎる、あそこだけ目が錯覚して、うん、あのフォークでもスプリットみたいな感じで惑わせることができます。なるほどね、エビタニさんですね、はい、ここからで今僕打線マジエグいんで、これね、すごいよ、で、大谷さんね、テーマソング変えました、え、何でしたの、あいしょ、今ね、ポケモンですポケモン、あの、チャンピオンロードが何かなんかです、あーチャンピオンリーグかな、でね、あの、ジャパリパークっていう、あの、僕アニメ見たことないんですけど、うん、あの、曲だけ好きで、うん、ギターは今入れてます、うわ、えっくで、曲だけ好きな人多そうだもん来た、ビチアイさんね、来た、いや、くっちゃめって言ってるけど、マジ、えぐいから、バンバン打ってるからね、
もう山岡さんじゃ抑えられる気ないんだよ。もうそんな気するわ正直。次は投げてくる山岡さん。まあ迷ってんだろうな。俺ならスライダー投げる。ちっちゃい方、ちっちゃい方、ちっちゃい方。もう振り終わりがもう昔の人だもんね、ちゃんとね。もうあのめっちゃ開く。はい、早速3点いただきました。マジでエグい。じゃあノリさんですね。来ました、4番。累計のりひろだ。今2個分、2ミリずれてるんで。2ミリね、はい、僕1ミリか、今ファームなんです、ね、うわーすごい音いってます。俺見てる人分かるし、マジ強いの。まさか、よしよしよし、抜けた抜けた抜けた。ノーアウトですよ。これ正義が一番マジで、俺大っ嫌い、正義が。本当に嫌い。よくね、今振りそうになったぜ。いいわ。はい、本当に見えても振らないね。まっすぐかな。だってこれホームランだったらもう決まりでしょ。だって、よし。うわ、えぐっ、えぐっ。めちゃめちゃ連打。ノーアウトだよ、まだ。もういいっすか、アウト上げなくて。あ、もう、あ、ピッチャー変える。さすがに変えんじゃん。塩崎さん、西武のあれだ、OB だ。ねえ、まあでもシンカーがなんか厄介とは聞くけど。あ、そうなんだ。まあじゃあどうせ初級シンカーでしょう。はい、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 入った、終わったー。頑張れ、4点。あー、あー、そう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 。もう極み、前田さん極み、ストップ。えぐっ、いいねー。はい、もう読みました。もうまっすぐとシンカーしかないです、この方。はい、よく見ましたね。もうまっすぐ張ってれば出ます。このシンカー、僕反応出てるんで。あ、はい、ちょっと終わらせてもらいます。あー、行っちゃってよかったよ。はい、よかったよ。ギリギリすぎ。宇宙の果てまで飛んだよ。さあ、まっすぐで決めにくると思うんだよな。はい、はい、終わりました。終わった。え、ありがとうございます。ダメ、強すぎる。あー、ノーアウトよ。はい、ノーアウトで、じゃあもうこのまま2試合目いきます。はい、レッツゴー。はい、ちゃんと見て分かる通り22連勝中。はい、まんまそのままやってます。はい、正義の大野さんマジ厄介だから、ね、ガチでもうガンガン攻めてくるから、さあ、どう。まあターニングポイントがあれば言うけど。あ、バッチリ。じゃあ一回遊びまーす。はい、はい、見れるかな。ありがとうございます。ここやらしいのよ、やっぱね。ね、迷ってるの、多分相手もすでに。うん、ほらもうビタ。まあ、ほんとビタなんだよね。これは振らないと思うけど、釣り玉で。はいはいはい。で、次のね、このタここの巣を確実に振らせてます。はい、キャッチャーフライ。これがリードですからね。うん、ほんとあの、案内しますから、僕、うん、相手の方を。マジで、うますぎる。こうなるように案内します。で、見せたもう一個落ちる球です。はいはいはい。あ、もう、手玉で取ってるね、うん、完全に。はい、まあ本物の俺がね、うん、次すげえなって思われるようにまたノーアウトで試合を終えたいと思います。おお、宣言しました。じゃあもう抑える気がしないんだよ。確かに、山岡さんだしね。また、うん、山岡さん極みだけど、なんかもう行ける。確信がある。うん、うわ、えぐっ、えぐすぎる。そうだよ。あ、ちょっと解説しますね。はい、はい。山岡さんとか、うん、A でも強いんで使ってくる人いるんで、うん、変化量マイナス1とかあるじゃん、うん、でその時に一回この落ちてきたのを見てこう変化球合わせる、こうやって、うん、これ大体この変化量だなっていうのを一回これやることによってカーソルで合わせる、うん、なるほど。そうするとね、勝手に染みつくの。あ、でも本当に言ってるもんね、ちゃんと。だからそこにボールだなってなる。なるほど。これ結構おすすめです。これはもう見えてるもんね、完全に。フォアボールよ。ためになる、なるわ、本当に。ガチで来た。うーん、あー、もうしょうがない、今のね、無理して打つとこではない。うん、まあ、今のでもうインプット終わったっすね、変化量は。マジ完全に。おっ、おー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 全身。まあ、行ってもやりに来ないんだ。でかい。よっしゃー、バット投げ、あざせー。2点先生です。いやもうえげつない、マジで。ノーアウトよ、ちゃんと。ノーアウトチャレンジだもんね、今。うん、ノーアウトチャレンジ。今、新しい企画始まってるでしょ。あの、ワンアウトも取られちゃいけませんってやつでしょ。自分にプレッシャーかけるでしょ。はいっす。え、決まった？山田です。おー。マジでエグ。あと1点。おー、鬼畜企画達成するんじゃない、これ。基本、山岡さんはまっすぐ待った方がいいね。うん。まあ、そうだね。そう。それが生きてくるのがこれないよ。はい、あ、終わっちゃいました。最後、ホームランで締めたもん。はい、ありがとうございます。ホームランでちゃんと達成しちゃったね。いや、おめでとうございます。いや、もうおめでとうございます。すごすぎる、唖然としてるもん。今何連勝かな、これで。
23か、うん、23連勝だこれで。最初いっぱいしてるんですけど、はい、これはですね、適当にiPhone でやってる時に1回負けました、うん、なるほど。もうちょっとうぜえから、うん、もう iPhone でやらねえと思って、もうパッとの時だけやろうと思って、うん、なるほどね。試合数はあんましてないんですけど、とりあえずまあこんな感じで勝率9割6分2厘ということで、いや、バケモンです。バケモンだよまあ今調子いいだけかもしれないけど、まあ、とりあえず今はマジで打てる気しかしないです。おー、そうだね。いや、打率6割7割持ってきたいですね。そうだね、打率上げることをとりあえずね、ここまで持ってたらまたさらに完璧だから、そうだね。まあということで、まあこういう感じで僕はどんどんレベルアップしていきたいと思います。はい、それではじゃあガチャの方に行きたいと思います。はい、レッツゴー。僕はもう A 確定しか引きません。はい、まあ、大輝の爆笑見てもうこれいらないなっていう、うん、やめた方がいい。はい、うん、巷のビップさんがね、はい、SS 出してました。巷のすごいよな僕も名乗りに乗ってらっしゃると思います。はい、じゃあ行きまーす。行きましょう。おお、出しそう。正義長志くん、はい、はい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 。まあここでね、確定演出出ればもうフィーバーですよ。お、最近流行りの謎で撃って、こっからよ。おお、笑い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 。残念。まあまあそう簡単にはね。おお、いや違う違う違うね。そんな足じゃない。阪神スワレスさんね。ハンレスが欲しい。ハンレスね。ハンレスじゃないとダメだ。え、直接え、バックルか。ツー C。からのからの。C のじゃん、強いの。取っとくわ。どうどう。来年もいるんかな、わかんないけど。ということでこんな感じで、まあリアタイで使うボードに入る A が欲しい。はい。まあ A ならね。レッツゴー。わーい、なんで当たるのこれでエースが。心からのクソですよ続いてところ、オッケー。あ、笑い笑い。うおー、リアタイ欲しいよ。おお、まあまあまあ、ドラジュン、ドラジュン。いや、ちょっと俺、柳さんはもう称号8回ぐらいできんの8回やりすぎなんで。なるほど。じゃあ3回目ですね。はい、エースこいよ、そろそろ。そうなるよね、そのテンションになるよね。カモン。あと飛ぶのいいな。俺飛ばないとき普通にあるからな。リア台の A、リア台入る。おっ、上ばよく来る。この辺も出てきてる。うん、林さん結構来るね。いや、俺は出して終わるよ。うん、出そう。でもこの演出でも S 来る可能性もあるし、まだ分かんないし。まあまあそうだね。飛ぶね。飛ぶ、全部飛ぶね。もうやめてよ、おまけガチャは。いや、おまけガチャやん、これ。負けガチャやん。はい、ということで、もうリアタイのおまけです、これは。そうだね、はい。でも、適当に見てると思います、ここは。はい。今回はガチャ会じゃないんでね。そうだね。はい、リアタイ会なんで、はい、まあ、これでもよしとしましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。少しでもね、正義あるやんと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いします。さあ、いきます。まあ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 。最後ね、いい映画来てくれれば。そう、英会話がね、うん、できれば。いいで、笑ったら神。目指せ30連勝。イエーイ。